でもな、うん、21歳は別に子供だと思わないけど、うなちゃんどんな人生歩んできたのって言ったら、俺こんな感じだよって言うだけ、うん、で別にいいよ俺はそんなのは大丈夫、心配しなくていいから。ただうるせえこと言わなきゃいいだけ。ああ、のんきにやってんだから、安心してやとか、別に俺は別に安心とかそんなことじゃないから、うん、俺と仲良く飲みてえなって思った人がいりゃ、そっか、ありがとうって思うだけ、うん、ああじゃねえこうじゃねえ言ってくんじゃねえぞ。そういう人にはサービスをするんだよ。何のサービスが欲しいんだよ。いいよ、好きにしてる。うん。緊急事態宣言出てお店は、まあ、店はやんないよ。うん。ジャック。だって俺店やんなったって毎日の5万円おじさんだから。ああ。俺毎日の5万円おじさんだから。平日ゼロは大変だけどな。うん、まあ俺の場合はほら毎日6万円おじさんだから、いやくれっていうか、まあ別にくれっていうのは意味は分かんないけどね。だから店を持ってるとこんなことになってんのかなみたいな、どうなんかな、飲食店は大変。確かにな、従業員使ってたらその人の給料とかな、うん、考えねえとなんねえから。でもよ、いざこざ俺はもう一人だからよ、俺はね、だから別に店閉じっぱでもいいんだよ、うん、そうだよ、まあ、しゃあないなと思うけど、いや頑張ってやろうかなと気持ちはあったけど、でもできねえもんはできねえから、ゲルゲと今も仲良くやってる。ゲルゲは無理、無理っていうか向こうが無理なんだよ、俺のこと。しゃあねえ。
しゃあねえ、うん、なあ可愛い女だったけどね、うん、だけどまああとは幸せになりゃいいんじゃねえの。綺麗な女だから未来はあんじゃねえの。ゲルちゃんは、うん、お俺はいいんだよ。ぼっちおじさんでいい、面白いじゃんなあ。出していこうぜ、もう
なんかね、俺別に配慮は俺はしてないんだけど、なんだろう、なんだろうな、いなくなっちゃったね。しゃあねえな。まあ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 いいんだけど、ただガラケーはやめろ。分かったよ。飲みすぎやな。ダメだな。ああ。あったあった。もう、ふら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 よ、酒飲んだよ。何がいいのかな。ダメだよな。わかるわかる。言ってることはもう、わかった。いいことはねえよ。ありがとう。忠告ありがとう。ありがとう。ごめんね。でもまあ俺もまあバカ酒やるけど、みんなも、適当にや、俺も気をつけるから、みんなも、そして、元気出していこうぜ。おい、なあ、なあ、しみったれてんじゃ面白くねえんだよ。元気出していこうよ。だろ。俺も元気出していくからよ。なあ、頼んだよ。心は折れるなよって話。今日はありがとう、本当に。嬉しかったよ。本当、ありがとうございます。大阪で生まれた女。
さあ、うん、いつもの帰り柱閉めてた夜いいね。寂しくなっちゃったかな。うん。寝るとかね、寝ない。一人で歌でも聞いとくわ。
ありがとうございました。うん。またね。みんなまたね。ありがとう。うん。ありがとうございます。何